が3年間工事滞ってるビル、すごいな。ステープルセンターがレイカーズの、あ、クリッパーズもそうなんだ。あ、バスケットとアイスホッケーの本拠地ね、ホームグラウンドっていうやつですね。はい、ここがロスの街のど真ん中走ってます。そう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 、うん、でも昼間はね、やっぱ街は、うん、結構人歩いてるから。そう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 、あ、この中、あ、すごくない？なんか。そうだね、だいぶ日本語のレッスン、うん、見えてきた。リトル東京ビジターセンターって書いてるね。キャップロな、歩道になんか臭い。やっぱ、うん、気候がいいからね、不老者にはいいよね。生活保護。いいものを食べるとかそういうことはね。
仲間できるよね、ここでこんなにこんなにテントがいっぱいあったね。おお。宮古川でアパートメント。おお。だってあの道見ればわかるでしょ。いやでも入っちゃうじゃないですか、知らない人。あ、知らない人はそうかな、うん、行っちゃうかな、ということは今も日本からこっちに直で来て、このロスのリトル東京に来て、でなんとかなるものかな。どっかの日本レストランにポンと入って、で昨日来たんですけどとか、今日来たんですけどなんかないですかねとかって、同じぐらい食べさせてあとはなんとかしまう。その代わりに皿100枚洗っていけとか言われるかもわかんないね。でもね、やっぱり今はね、その法律っていうか、今はこっち厳しいじゃないですか。うん、今これちょっとね、とんでもないとこに来てますよ。これね、普通にね、横側手は普通でしょ。でもほら、こっち見てください。これ対向車来ました。まあここで待っとけば大丈夫でしょ。ダメでも、いやどこ行くんですか、これ。あ、車大丈夫、来てる。これはすごい、この傾斜。こんな感じで。こういう角度で、わかりますか。怖い。下るの？これはどっち？左？うん、あ、この道ね。ほら。一番すごいところです。前はだからこれ両方行ってたんですけど。今ああ。これなんか向こうから来ても見えないっていうんですか。あっちはあっちでまたすごい道なんですけど。ちょ、こっち今から左に曲がるんですね。はいはい。これ歩いて降りるにもダメでしょ、これ。こんなとこほんまにもう人住んでるわ。すごい坂でした。ちょっとまだこの後風景撮ります。
すごいすごい本当に。ほんま斜面に無理やり家作ってるっていう感じやね。はい、お疲れ様です。今ね、ハリウッドの方に来てます。これ、アップできひんのか、ズームアップできひんのか。ここね、ここね、ハリウッドのね、あ、見えなくなった。はい、ここね、ハリウッドの看板があります。これです。ハリウッドに来てます。はい。はい、見えますか。はい、ということです。それじゃあ、ハリウッドの街で。信号待ちしてます。なんかね、ハーレのバイクはね、ボンボン吹かして、多分アイドリングがないからエンジン止まるから吹かしてんのかなっていう、そんな感じもしますけども、はい、こういう街並みね、こうなっております。これがハリウッドの街です。チャイニーズシアターでーす、はい、こっちが反対側で、
海ですね、太平洋。はい、今ここねサンタモニカのビーチに来てます。こんな感じでみんな海で泳いでる人もいますね。やっぱね、湿気が少ないので日陰に行くと寒いんですよ。寒いっていうか涼しいんですね。だから泳いでる人たちも多分これ外に出たらねちょっと寒い違うかなと思うんですけどね、はい、こっちがサンタモニカのホテルがいっぱいあります。こんな感じです。はい、鳩のおじさんもいます。でここは、サンタモニカの、ピアって言ってね遊園地になってます。で向こうの方がねずーっとほんとずーっと向こうの方まで、今日は日曜日なんでねみんな遊びに来てますね。こっちの方も両方と、はい、ここのサイン見えますか、サンタモニカのルート66の、終点です。だいぶ前のね動画で、出発点を動画で撮りましたが今回は終点を動画で撮ってます。はい、ここねぐるっと回って向こうが陸地の方ですね。はい、こっちにビーチがあります。そして向こうには遊園地がねあるんですけどね。はい、ということです。はい、お疲れ様です。ここロスのね空港に来てます。これから帰るんですけどねまだ時間があるので、朝から麦茶飲んでます。はい、それでねここねどんなところかっていうとね、ユナイテッドクラブって言ってラウンジになってるんですよ。でここでビール一応飲み放題なんですけどね、こういう風に今ちょっと外に出てるんですけどこんな感じで、はい、向こうの方からね飛行機が着陸してます。はい、さあこんな感じでね今もロサンゼルス最後の日を楽しんでおります。もうちょっとしたらシカゴに帰ってオリエンテーションが始まるので、ね、新しい会社の、はい、それの準備をしなきゃいけないなと思ってるんですけどね、まあ、最後のバケーション楽しんでおります。てか声入ってるかな。なんかめっちゃね音うるさいから周りのこの上の方からね変な音するんですよ。はい、ということで、ロスの空港からお送りしました。
に見えるのがね、ロスの、空港のなんかシンボル的な建物ですね。これがいつも映画とかでよく出てくるような建物になってます。まあね、これ工事して多分ね、これモノレール作ってるんじゃないですかね。モノレールずっとね、だと思いますよ、向こうの方が。はい、お疲れ様です。今シカゴの空港に帰ってきました。4日間のロスの旅は終わりました。そして数日後にはオリエンテーション、新しい会社のオリエンテーションが待ってます。さあどうなるか楽しみです。まあどうにかなるでしょう。はい、ということで今回の